エベネザープレイス前景。マッケーズホテルの短い辺が面しているのがエベネザープレイスである。左はリバーストリート、右はユニオンストリート。エベネザープレイスはイギリススコットランドのウィックにある長さ2.06メートルのストリート。ギネスワールドレコーズに世界一短い通りとして認定されている。この街路が世界一短いと認められたのは2006年のことで。 ある。それまで、世界一短い通りとされていたのは、イングランド・オランカ・シャー州、バカップのエルギンストリートであった。エベニザー・プレイスは、ウィック市の中心部、ウィック川に架かるウィック橋の南詰め付近にある。南東から北へ、緩やかに弧を描く、ユニオンストリートが、ウィック川沿いのリバーストリートに合流する地点にあたる。 ユニオンストリートとリバーストリートの合流点には、マッケーズホテルが建てられており、その北西端が面した道路が、エベネザープレイスである。この街路に沿った住所は、エベネザープレイス一番地しかない。マッケーズホテル内にある、レストランナンバー1ビストロの正面ドアである。1883年、マッケーズホテルが建設された際、建物の短い側の辺が面した道路に、 ホテルのオーナーによってエベネザープレイスの名が付けられたのが始まりである。エベネザープレイスの名は1887年以降の市の公的な記録に登場する。ありがとうございます。